いやー来ました、海です。海やー、どうも木曜イエロー石川春人です。ということで、もうね、真夏ということで春人からね、夏人に変わっちゃうんじゃないかっていう、もうそういう感じ出ちゃってますよね、もう海を目の前にしたら。ということで今回はですね、泳ぐんですか、ついに海で。え、泳がないんですか。え、氷でできてるとか。え、どんなんなんだろう。でもこの真夏の暑い日に寒いを体験できるっていうことですよね。なんか全くあんま想像できないですけど、行ってみたいと思います。さあどこですかね。おすごい、オープンハウスアイスビーチと書いておりますよ。アイスビーチですよ。アイスビーチとは一体どういうことなのか、一切ね、行ってみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。失礼します。はい、日本一寒い、はい、海の家とお聞きしてきたんですけど、はいはい、あ、それここですね。ここなんですか。はい、日本一寒いってどういうことなんですか。暑いですよ、今。今日めちゃくちゃ暑いじゃないですか。はい、めちゃくちゃ寒いスポットが実はこの海の中に、海の家の中にあるんです。海の中にある。はい、このアイスバーですね。これ、はい、え、中がですね、-15°。マイナス15度。はい、今多分あの、はい、外気温35度ぐらいだと思いますんで、はい、中がマイナス15度だと温度差50度の世界。ガチっすか。はい、実際そのなんでこちらのアイスバーを立ち上げたんですか。はい、今回ですね、まあ、我々オープンハウスグループはですね、はい、初めて海の家やるんですけども、はい、まあ、他の海の家さんとは違うことやりたいなということで、やっぱ海とか夏とかとは真逆のところからアイデアを持ってきて今回成り立ったのがアイスバーになります。すごい、差別化を図るっていう意味で。そうですね、最近めちゃくちゃ暑いじゃないですか。暑いです。でも熱中症とか大変だなっていう時に、はい、アイスバーあるとスーッとやっぱ楽になるんですよね。あ、なるほど。え、マイナス15度って全く想像がつかないんですけど。そしたらあのあれやってみます。人生初かもしれないですけど、あの濡れたタオルを回すとあれ凍っちゃうやつ。いやいや、もうあるわけないじゃないですか。やっちゃいましょうか。ほんとね、15秒20秒ぐらいで凍りますよ。本当に凍ります。はい、どんな感じなんだろう。だって真夏に寒いを体験したことがないから。そうなんですよ、楽しみですよ。どうぞ。失礼します。ここはまだ15度。ここがですね、いわゆる風除室、全室と呼ばれる場所でして、あの中のマイナス15度の冷気が直接外に行かないようにちょっと準備させるのと、あと体のクールダウン一旦。では準備整ったと思いますね。はい、中の緊張する、緊張しますよ、まさに。うわー、うわー、でも寒い。氷？ガチの氷です、これ。え、すごっ。え、ガチの氷ですよ。こちらですね、見ての通り全て氷でできてますね。うわ、寒い寒い。待って、寒くなってきた。もう寒い、もう寒いかも。これ、え、これマイナス25度あるエアコンだと思ってください。本当ですか。はい、すごい冷気来てます。うわ、寒い、やばい、寒いっす。じゃあせっかくなんでこれやってみます。あ、振りますか。はい、これですね、この冷気が出てるところに向かって思いっきり振ってください。あ、いいですね、いいですね。うらぁ、いいですよ、いいですよ。ちょっと待って、固まった固まった。あ、もう凍ってますね。カチコチやん。え、すごい。今、ものの10秒でしたよ。すごい、なんか真夏のビーチ、はい、で今いるのはマイナス15度の部屋。はい、震えてますよ。ちょっと俺来てください、せっかくなんで。ありがとうございます。あったかっ。待って、めっちゃあったかいです。中ですね、はい、めちゃくちゃ寒いんで、こちらのですね、真夏にあったかいダウンジャケットをお貸し出してます。へえ、全然耐えられます。そうですよね、全然耐えられます。あの皆さんですね、あのこれを着て大体10分ぐらい、この中であのお酒とかジュースとかを飲んで外の灼熱のビーチを見るっていう、そういう非日常体験が今回のこのアイスバーです。え、本当に非日常。そうですよね、窓があるじゃないですか、はい、すごいクリアに見えてません？曇っちゃいますよね。はい、
確かに結露しますよね、普通は。結露するんですよ、普通は。で、結露して水滴がバーってなるんですけど、それがない。ガラスが4枚入ってるんです。4枚も入ってるんですか。はい。4枚入ったら結露しなくなるんですか。これですね、ヘアガラスと呼ばれる、すでに2枚重ねのガラスを2個入れてることによって、外ガラス空気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 、4層構造なんですね。なのでこの中のひんやりとした空気が直接外のあったかいのとぶつからないことによって、このように結露しないクリアなガラスが作れたっていうことです。もうすごい構造に念に念って。そうです。ここだってもうあれですよ、ここそこと、ここ温度差50度、50度あります。アイスバーすごかったです、はい、ありがとうございま す, います。ちなみにこの海の家としてではどんな楽しみ方があるんですか。はい、まあ、アイスバーももちろんあるんですけども、シャワーロッカーありますので、まあ、海に来た時に着替えて貴重品預けて海で遊びに行って、で最終的にシャワー浴びて帰りますよね。そういった施設ももちろんご用意しています。でここのブランコですね、はい、このですね、目の前に広がるですね、青い海をですねバックにですね、わ映えるなこれ、まあ、うわいいな、うわ俺撮りてえ、うわすげえ、うわいいなこれ、うわめっちゃ気持ちいい。あとはですね、普通にお食事ができたり、はい、お飲み物があって、まあ普通に休憩ですね。人気のメニューとかあったりします。やっぱりここまあ鎌倉ですので、しらすチャーハン、すげえめっちゃ美味しそう。しらすがたっぷり入ってますね。はい、あまり僕しらすを食べる機会がなくて、はいはいはい、鎌倉とか湘南とかこの辺のエリアはね、もうしらすですね。有名なんですよね、うん、いただきます。うん、うまっ。しらすってこんなに美味しいんですね。しらす美味しいですよね、うん、このしょっぱさが、このレタスのシャキシャキ感としょっぱさ、これめっちゃ合うんですね。チャーハンも甘くて美味しいです。ありがとうございます。しらすってこんな美味しいんですね。しらす美味しいです。こちら熱中症対策に抜群のストロベリーヨーグルトでございます。これいちご味、これいちご味ですね。いただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。先にいちごの、ね、味がガツンときて、その後にヨーグルトの柔らかさでカバーして、はい、美味しいし、かつ健康管理も、うん、これめっちゃ美味しいな。こう日本一寒い海の家って聞いて、はい、全く想像できなかったんですけど、うん、でもアイスバーがあって、でもパウダールームも綺麗で、はい、で備わって、便利なものが備わっていて、でもご飯も美味しいと、はい、でそのドリンクも熱中症対策も入っています、はい、で席も広々でいい感じですと、はい、もう何もストレスを受けることなく海を楽しんでとか。そうです。本当に勉強させられました。なんか海の家自体あまりこう無知だったので、はいはいはい、いやこういった海の家があったら、もう他のとこ行けなくなるから。いやもうぜひね、ちょっとプライベートでもぜひ来ていただきたいです。伊藤さんぜひこれも来てください、ぜひ、はい、すごいですよ。ぜひ来てください。オープンハウスアイスビーチでした。バイバーイ。